例えば飲み屋のラストオーダーは人生のタイムオーバー、これどういう意味なんでしょうかと。よくありますよね、皆さんどうですか、お酒の好きな方ね、飲み屋さん行かれると思うんですけど、居酒屋とか行ってね、あれね、もうあるあるなんですけどね、自分がこっからもうめっちゃええこと言うぞって言うて、ぐわー言うて語り出して、あってこっからええこと言うぞってなったら、よくね、もうその辺のまあ全然分からずに、すいませんお客さんラストオーダーですけどって来るよね、なんでやろうねあれね、ほんでそれでえっってなるんやけれどもと。でまあこういう飲んでる時のですね、あるあるの一コマなんですが、これを言われたある男がその時に思ったわけです。ラストオーダー、うん、これはもしかして人生のタイムオーバーってことかと、ね、どんだけ妄想しとんねんっていうこの距離感なんですけど、飲み屋さんでラストオーダーと言われたある男がその言葉をきっかけに、俺は年齢的にもね、50アラフィフだぞというふうな話になってきて、これだけこのままどんだけ活躍できるか分からへん、ちょっと待てよ、このラストオーダー、ラストオーダー、タイムオーバ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 ー、人生のタイム、ほんまこの社会から俺を見放さんといてくれっていう男の叫びの狂気乱舞の歌をこれから歌います。大体分かってきたよね、こんな感じの歌もね、いろいろあるよ。さあということで、暴走するんですよ、そんな親父は。ラストオーダーって言われた瞬間に暴走するんです。それでは第2ステージ最後の企画です。暴走ラストオーダー、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイ。レジの梅田界隈、常連でもない店でワイワイ騒ぎまくる親父は迷惑だい。そんなテーブルに忍び寄る店員のゴケブレーキかけるテンションダウンの引き金とは、ラストオーダー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 。ちょっと待ってよ店員連ちゃん、めっちゃ盛り上がってきたんちゃん、それでもわしらを追い出すんけ。いやいや、もっと飲んでたいねん、タールはまだまだ騒ぎたいねん、これが親父の反撃手段は、ならばラストオーダーからの暴走だ、持ってくるんだビール100杯だ、いや200杯だ、いや500杯だ、兄ちゃんも飲むんだ、ついでにライスもオーダー。もう手拍子しできへんのこのノリ、まだまだいくぞ。深夜1時の研究集会、歯止めを失ったお疲れ3回、ロックンロールでレッツインゲットオン、行かれた天使がガガガガと炸裂爆発、パパパパンと、とっとと帰れと、おやつファミューさん、つまりタイムオーバー、あげくタイムオーバー、お払い箱ここでタイムオーバー、まるで人生だ、俺の人生だ、時間切れなのかタイムオーバー。待て、だからほら、俺がな、今な、お前大学生か、アルバイトか、今な、おじさんがええとこ話してるときに、あ、すいません、お客さん、ラストオーダーです、言うてくんなよ、あ、だからお前、大人を敬えよ、お前ら、ちょっと、だから持っていくな、俺のビール持って、持っていくなっちゅってんねん、これから今、ええ話しようと思ってる、おい、こんなやつはな、おい、店長呼んでこい、うわ、店長でかっ。うわ、モリモリ、うわ、筋肉してます、すいません、いや、何も言うてる、いや、一番違うんです、いや、そんなもん大学生いじめてませんよ、今これ大学生いじめたらえらいことになりませんよ、大丈夫、いや、だから、いや、違う、何言うてんねんな、おわしかてな、わしかてこの店のな、常連客、ちょっと待って、これこのメンバー、いや、これちゃん、ごめん、俺隣の店のメンバースカウトやった、あ、だから、ちょっと待ってください、いや、引っ張るなって、帰らへんて、引っ張るなって、いや、これユニコーン、引っ張るなって言うてんねん、いや、だから、申し訳ございません、私ね、もうね、ラストオーダーって聞いたらね、社会からね、追い出されるような気持ちになってね、タイムオーバーやってね、思ってね、ほんまね、やめてほしいですわ、だから私を、社会から追い出さんといてほしいんです、私を、社会から追い出さんといてくれ。飲み屋に行って、社会に出て、盛り上がって、そこそこやって、
すべて忘れて同じ仕事でまた飲んで普通に生きて気がつけば窓際で肩叩かれ肩叩きお客さん課長さんラストオーダーミスオーダーラストオーダー時間がないラストオーダー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 まだまだ今度帰らさせてくれ大阪に帰らさせてくれラストオーダーいつもエンディングが分からへんなるんです夜中の